山本由伸、経常運行だったことが判明。MLB 開幕2戦目となる3月21日のパドレス戦で、ドジャースの山本由伸がメジャーデビュー。初回から被安打4、2四球、5失点で KO、無念の1イニングでの降板を余儀なくされた。米紙ロサンゼルスタイムズのドジャース版を務める記者は、あまりに制球が良くなかった、そしてあまりに自信もなさそうだった、と語った。あまりにも全ての球種が制球できていなかった。緩いカーブやストレートは空振りも取れていたし、制球できれば通用しそう。メジャー球になれるにはしばらく時間要しそうな印象。相当緊張していたんでしょう。余計なものは取り払って、とにかく自分を取り戻してアメリカの野球に早くなれるしかない。一喜一憂せず地道にコツコツ自信をつけることだ。大谷選手も今大変な状況だけど、落ち着けばきっと助けてくれるんじゃないかな。山本由伸の NPB 時代の年間初回合計失点数を調べてみた。2019年4失点、2020年5失点、2021年3失点、2022年5失点、2023年2失点。良いデータ持ってるやん。平常運転やん。なんだ平常通りなのか。次からは本番と。沢村賞取っててもシーズン序盤は悪かったんやね。ちゃう、年間通して全登板の初回失点数の合計や。はあ、年間をたった1試合でか。もう今シーズン失点しないやん。神、今後取られなければ良いだけの話。もう今シーズンは初回に失点しないってことだな。主な日本人ワンのメジャー初回登板結果がこちら。ダル 5.2 回5失点、田中7回3失点、大谷6回3失点、前田6回無失点、千賀 5.1 回1失点、藤波 2.1 回8失点。前田はホームラン打ったからマイナス1失点。山本由伸の防御率 45.00 は藤波慎太郎の 30.86 を超えてしまった。てか藤、8失点できるって監督何してん。ダルデスは5失点してるからまだまだわからんですわ。投げてる回が違うけど。千賀があれくらいやれるなら最低でも同じくらいの成績は残せそうなんだけどな。サイヤング勢バワーでさえ日本初登板7失点や。そこから2桁月間 MVP 2回。野茂のデビュー戦の相手はジャイアンツ、3番ボンズ、この年 OPS1.008、 4番マット、ウィリアムス、同 1.046、 通算378本塁打という地獄で5回無失点。バチシン。やっぱ困った時に確実に三振取れる球がある投手はメジャーでは強いよね。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。